毛抜き、形たち無名船しじ切り門ん巻栄は、滋賀県長浜市の宝原寺が所有する、毛抜き型の太刀藤原秀里法能とされる、重要文化財に指定されている。伊勢神宮が所蔵するつて、藤原秀里配刀の毛抜き形たちとは別のもので、ある。正式の指定名称は毛抜き。 形立ち無名船しじきりもん巻絵章であるが、一行の途中で二段構えとしているため、技術的問題から毛抜き、形立ち無名、船しじきりもん巻絵章と表記される場合もある。毛抜き形立ちは、平安時代に自家刀から反りのある日本刀への過渡期に制作された立ちである。毛抜き形は、平安時代に御所の警備を行う F の役人が廃用していたとされており、 柄と茎が一体でかつ、毛抜きを左右に並べた形の透かし彫りがなされているのが特徴。元太刀も他の毛抜き形たちと同様、自家刀からは安刀への過渡期の形状を表しており、平安時代後期の製作とされている。毛抜き形たちは、後世の無造刀を除き現存数は限られているが、元太刀は昇進であったものの数少ない貴重な現存品として価値を有する。 元太とは、その由緒の特殊性から、毛抜き、形立ち無名伝、藤原秀里法能として、1912年2月8日に、古社寺保存法第4条第1項の規定により、国法の資格あるものとされ、1929年7月1日に、施行された、国法保存法不足第3項の規定により、同法指定の国法としてみなされ、 さらに1950年8月29日に施行された文化財保護法不足第3条第1項の規定により同法指定の重要文化財とみなされている。指定当初は当真のみ指定されていたが、1977年6月11日付で桃山時代頃に制作された元太等の梨汁切り門巻継承が月として追加指定された。 これに伴い指定名称も現在のものに改められた。文化財指定以降、1916年、1978年に修理がなされた記録が残る。刀身は、波長 67.2cm、反り 1.8cm。しのぎ作り、丸胸、鳥居反り、しのぎ幅広く、喫先は小さな、かます喫先。刀身全体としては、 茎部分で急激に反る形である。火災で焼け身となるが、その後に再破が施され直人となる。塚頭は株と金の形を透かす。無名。製作当時の鞘は現存しない。現存する鞘は、金なし時に、切り物の巻絵が施されたものであり、慶長7年から8年に、豊臣秀頼が片切勝本に命じて、 A6 元年による火災被害からの同時を復興させた際に作成されたと推定されている。東海道53体、草津より、琵琶湖にてムカデ退治を依頼した竜の決心である女性と、藤原秀里法岩尾地法持伝宗教法人、法王岩尾寺所蔵。辞伝によれば、大見国造上の山でムカデ退治をした伝説を持つ藤原秀里が、 同時に奉納したと伝えられる。国の重要文化財に指定。元太刀と同様に、秀里サ廃用の伝説を持つ者としては、伊勢神宮所有の毛抜き形立ち,ちやムカデギレが存在する。その後火災に見舞われ昇進となるもの,の、再破され、現在、同時の宝物殿にて保管、一般公開されている。ありがとうございます。